んにちは。ハラペコツインズ姉のカカと妹のアコです。今日食べるのはこちら、ステーキガーリックライスです。ではガーリックライスは1人ご飯8合と、ステーキはこんなでかいやつを1人2枚使いました。合成です。はい、はい、嬉しい。では早速いただきます。ステーキはこんな感じでレアです。おいしい。ガーリックライスのバターのコクと風味、もうニンニクが最強や。うん、ニンニクは天才なんや。ここで卵を割りたいと思います。ティッティティッティティッ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 ティスープも作りました。玉ねぎと人参と、一人 700ml ぐらい。美味しそう。我が家の味や。ナスがタコみたいになっとる。なんか見た時におしゃれな切り方やったからね、真似したいみたい。焼き野菜のポテンシャル高すぎやん。うん、びっくりなんやけど、こんなん美味しいと思ってなかった。失礼やんだけど、これだけでこれがおかずになるもんね。もうもはや、これね、あの計算していくと、ガーリックライスがオリーブオイルをね 1.7 リットルぐらい使うことになるの、うん、え、でもさすがにヤバすぎるよなって思って、うん、でそれでも 900ml かってして、もうえげつないぐらい油の海になってね、うん、もうオリーブオイルの海です。本当にもう、あ、やらかしたこれと思ってもう、え、めっちゃイラしたのにね。それがちょっとね、べちゃべちゃになってしまったのがね、すごいね、申し訳ないんやけどね。でもね、もうべちゃべちゃが好きやからね、全然関係ないです。ありがとうございます。まだつむつむがつぶつれつれどこ行った？いつもすごい削れるの。右半分崩落しとるよ。からです。
そのさ、このパプリカ一匹残すとかいいに見えないよね。なんでなんて思う。最後の一口、ごちそうさまでした。いやーもう美味しかったガーリックライス、うん、もうべちゃべちゃが好きなもので、もうそうだからもうギッシュやし、しかももう何ガーリックのパンチ、そしてステーキ、ありがとうとありがとうと積み重なり、うん、あーもう嬉しい、本当にそちらで、うん、ありがとうございます。でも私たちね、こう今もめっちゃこう大量にニンニクを食べたと思うんですけど、うん、こういうね、ニンニクとかを食べた後って、まあ、絶対気になるのが口臭だと思うんですけど、うん、もう美味しいものってさ、もう匂いが強いやん、もうニンニクを筆頭にね、うん、納豆とかキムチとか、うん、美味しいやつってさ代償があるわけ、うん、でもねその代償をに変えてでも食べたいって思うやん。でもそんな時に役立つのがこちら、ルブレン口臭トローチー、パフパフ。こちらがトローチ、こちらが先行液です。このね、トローチはね、口臭を除去してくれるやつで、ちょっとね今から試してみたいと思います、うん、なので口臭チェックを始めます。こういう風に0から5段階まであって、さっき普通に何もしてなかった時0だったんです。私このね、口臭チェックがあるからね、やってみます。5秒間息を吐き続けます。レベル2、ちょっとこれすぐ消えちゃうんで、私はちょっとなんかまぶ、うんうん、ちょっと臭いぞみたいな。レベル2で、今2となっております。じゃあね、このトローチを食べて検証したいと思います、したいと思います、っていうかもう好きやから食べて使っとるんですけども、なんかこんなさ、もうドーナツ型の可愛いやつ、いただきます。いただきます。美味しいんやってくる、マジで。このトローチは噛み砕かずに舐めてください。溶け切ったのでこちらで検証していきたいと思います。ゼロー、すごい。すごい、私も先やったゼロやった。これトローチも溶けるまで時間があるから、その間ずっと口の中リフレッシュされるし、今食べ終わってもスースーする、うん、しかもね、何がいいってね、美味しいのも普通に美味しいのだからね、うん、食べてしまうの。でもね、うん、2時間以上分けやったからそれがね、うん、割れないけど、うん、で、あとこれもすごいおすすめで、これね、予防なんやけど、うん、これもあの1日3回朝昼晩とねやるんやけど、うん、あのゆすぐ感じで、うんうん、これもすごい口の中がリフレッシュされるから、うん、もうすごいスッキリする。夜寝る前が一番おすすめ。あー、そうね、乾燥するやん、口朝起きたら、うんうんうん、それがね、結構なくなる。今私たちこう家でこう食べることが多いから、そんなに気にすることもないし、うん、お互い言い合えるからいいんだけど、うん、最近ね外に出てこう撮影する機会も増えて、うん、で食べた後に別に何もなかったらいいんやけど、やっぱお仕事でね打ち合わせとかこう人に会う時とかがあったりすると、うん、歯磨きとかでもうどうしても取れなかったりするから、うん、もうこれはもう本当に役立つ、うん、もう助かっとる、うん、今なら3本定期コースを申し込むとこのねプレゼントがね、うん、ついてくるので、もし気になる方いらっしゃいましたら概要欄に記載してありますので、よかったらチェックしてみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。
でもそんな時に役立つのが、うん、嘘やろ